どうもどうもおはようございます。打って変わってですね、朝のお散歩ソイカーボーイの方に、行ってみたいと思います。実はね、この朝の時間帯の結構屋台がね美味しいんですよ。ちょっと今日はね、いろんな関係上これから飛行機乗るので、ちょっと屋台飯はチャレンジしませんけど、美味しいですからね、皆さんよかったら朝ね食べに行かれるといいんじゃないかなと思います。これから突入してまいりますので、一緒にご覧になってみてください。ではでは。この時期のバンコクらしからぬ良い天気ですね。昨日とは打って変わって、今回はパタヤに行かないせいか晴れ男なのかないい感じでございます。さて、じゃあ突入していきましょう。夜と違うので全然ね、活気がまあなくはないですけど、工事をね、いろんなところでやってますんで、バイクだとか車にね引かれないように注意して、もし YouTuber の方はカメラにあまり集中しすぎちゃいますと引かれちゃうかもしれませんからね、気をつけて歩かれるとよろしいんじゃないかなと思います。右側もう煙が見えてますね。これね、いい匂いだったんですよ。これ匂い分かりませんからね、これね現場にいると多分ね、これハツかな、すごくいい匂いで、塩かなんかで焼いててね美味しそうなんですよ。日差しがねすごく眩しいですよね。このタイミングで皆さん来られればそんなに降らないかもしれませんけど、でも毎日がそうとも言えないのでね、なんとも言えないですよね。飛行機で着陸する前はですね、めちゃめちゃ雲多くて揺れて、雲の中突入しながら雨いっぱい水滴ついてましたから、こりゃやばいかなと思いながら来てました。ただ翌日はこんな感じのピーカンでございます。これ2日目でございます。右手左手本当にね美味しそうな屋台がたくさんありますので、またね、夜中のソイカーボーイとは、全く違った風景じゃないかなと思います。この先突き当たって左手に行きますと、メインマッサージですとかたくさんマッサージ街がありますので、気をつけて歩かれたらと思います。まあ、メインマッサージはね、安くて有名なところで、イケメンさんがいっぱいいますので、女性の方イケメン狙いで、マッサージされても楽しいんじゃないかなと思います。こちらのね、屋台も美味しかった、美味しそうでしたね。この右手もなんか揚げ物朝から並んでますね。学生の方バイク乗って動いております。皆さんね、おはようございます。朝はこんな感じですねラーメン屋さん、朝のバカラです。全然またね街並みが変わってるのが分かりますよね。まあ夜はね、まあソイカーボーイの方が賑やかだったかなとは思いますけど、まあ朝はもうお掃除とそれから改装工事とかね、そんな感じをやられてるような感じですね。こういうコーヒーもね、タイコーヒー、タイミルクティーも美味しいんですけどね。まあ今日はそのままもうチェンマイの方に飛びますから、今日はいいかなと思います。本当はちょっとラーメン食べたかったんだけど、こういうのがね美味しそうですよね。超美味しそう。あの揚げ豚がね美味しいんですわ、美味しいんですよ。あれでビール飲むとまだね、ちょっと本腰をまだパッケージを開けてないので、バッグはねスーツケース開けてないので、気持ち的にまだ移動中なんですよね。だからまだね、本腰はちょっと入れてないんですけど、ここの焼き鳥がね、あー美味しそう、ちょっと美味しそうなんだけどね。本当はあれで朝から隣でビール飲みたいね。まあチェンマイでやりましょうねまあこんな今日は朝非常にいい天気です。空見ていただけると真っ青ですから、雨降ってないので、いい感じですから、これからね空港に戻って地下鉄でまた行きます。地下鉄それからエアポートリンクを使って、空港に戻って、ちょっと新聞の調子が悪いので、なんか向こうでちょっと新聞やってもらいながら行こうかなと思います。では短い一日でしたけどありがとうございました。またですねバンコクに来れるように見ていてください。ありがとうございました。今日はチェンマイに向かいます。それでは駅に向かいます。売却がこてこて待機してますね。さっき結構ねここから乗って行かれる方が多かったんで、だいぶ通勤時間が終わったのかな、余ってますね。
はい、でここがソイカーボーイの入り口です。じゃあちょっとそのまま地下鉄で行きましょう。こっちは歩けないな、こっちから行こうか。ちょっとあのおじさんの足が邪魔だけど、よいしょ。こんな感じで朝の風景ですね。ちょっとあそこいろいろゲートを通りますか。来るときは1番線に乗ったかな、今度は2番線かな。カードで乗っていきたいと思います。さて開くかな。降りた。じゃあ出発です。じゃあここのペチャブリで降りてマッカさんに。じゃあここはこれで出ます。え？Thank you。なんかね、クレジットカードをタッチするところもあったんで、クレジットカードでもなんか入れるみたいですね。一回外に出るんだった。さあこんな感じで出てきました。これだと楽だね。確かに。ここはちょっと地元飯が食べれるのかな。ちょっとありますね。あのソーセージで一杯やるのも、この間タイフェアで食べた時は高かったな。1000円でしたけど、ここだったら安いだろうな。ちょうど晴れてるんで、まだ日本の感覚があるので、比べてみるとどうでしょう。あんまり変わらないかな。日本と変わらないと、東京とね、東京レベルと比べると変わらないかなと思います。気温。ただ蒸し暑さはあるかな、こっちの方が。若干。まあこれバンコクとチェンマイの差がね大きいと思うので、日本からバンコクに退避飛翔されてくるのはあまり良くないかなと思います。だったらチェンマイ、パタヤ、プーケットの方がいいんじゃないか。マッカさんの駅まで歩いてどうかな、3分ぐらい。ここがあれだね、エアコンが入るといいんでしょうけど、まあ、そうもいかないんでしょうね。ちょっとここは汗かきました。もう着替えるのめんどくさいので、まあ、T シャツ、下着は買いましたけどね、ポロシャツは昨日と同じもの着てますから、早く着替えたいんです。私的には大丈夫だ、飽きました。ということでこっちのスワンナプミの方に行きましょう。おはようございます。
この時間の今エアポートリンク真っ赤山の駅になりますね。スクンビットからは一駅なので非常に便がいいですから、僕は地下鉄エアポートリンク久しぶりに使いましたけど、今回ねちょっと荷物ちっちゃいのでこれぐらいだったらできるかなと思いますから、おすすめします。安いし早いし渋滞すごいですもん。あっち渋滞見えます。渋滞すごいですから移動も楽ですし、揉め事もないですし、電車が一番じゃないかなと思います。少し早めに移動すればね問題ないと思うのでおすすめです。